東条裕子は、日本の長術家。NPO 法人環境保全機構理事長。東条秀樹の長男、秀高の長女。本名は、岩波義恵。秀樹の孫にあたる。朝鮮系起動系上夫生まれ。第一生命保険勤務を経て、明治学院大学に進むが結婚のため中退。四児の母となった後、国士館大学文学部教育学科2年に、編入学し、 卒業。保守の論客の一人として知られ、祖父、秀樹を遺族の立場から評価し、他の永久戦犯も含めて、極東国際軍事裁判、判決、安国神社からの分子、慰安婦の強制連行、南京事件などに否定的な立場を取った。原爆投下については、原爆神話を否定し、ナチスのユダヤ人虐殺と全く同じ次元の野蛮な行為と述べ、一貫して、 アメリカを批判した。永久戦犯分子は、あの戦争を侵略戦争と認めることになり、それは靖国の英霊に対し申し訳がありませんと主張している。ただし、祖父の指導者としての責任については、過去テレビ朝日のサンデープロジェクトに出演した際、田原総一郎から問われ、祖父は敗戦の責任があるのだから、その責任を取って死刑になるのは、 当然という胸の発言もしている。また、祖父が祀られているために、天皇陛下がご参拝できないことになっているのは、大変申し訳ない思いで、靖国の鳥居をくぐっておりますとも発言しているが、同時に分子はできませんと主張している。また、天皇の直子が靖国神社に派遣されていることをもって、永久戦犯の合祀は、天皇の許可を受けた上で行われていると、 解釈している。雑誌、正論2005年11月号で、祖父、秀樹を、誹謗中傷した、石原慎太郎に抗議している。ジャーナリストの高田金一は、1940年に、小解析が、ナチスドイツを仲介者として打診してきた、中国からの撤兵を条件としての和平案を拒否した、東条が、大川周明の説得に反論した、際の、靖国の英霊に対して、 アイスマヌと同様に中国侵攻を正当化するものであり、血は争えぬと批判している。2006年8月15日に永久戦犯は我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではないが、東京裁判において有罪とされた戦争犯罪人であることは事実であり、我が国はその裁判を受諾している。国と国との関係において同裁判について、 意義を述べる立場にはない。と、国会答弁で述べている、小泉純一郎総理が、靖国神社を参拝した後に、その発言と参拝の整合性について問われて、永久戦犯のために言っているのではないと答弁したが、東条はこれを永久戦犯のためだけに言っているのではないという意味だと主張している。維新政党、新封支持者からは、新封の講師である東条を公認。 推薦候補とすべきとの声が上がったが、同じく新風で講師を務める表道二十八は、ブログで、登場が保守派の集会において、自身の商売の宣伝をして回り、保守的運動との関係がこじれていることを暴露し、登場を批判。登場を支援しない新風を擁護した。2000年頃からは、いまだに地雷などが残る困難な場所は、門馬広明の助けを借り地雷などの撤去を行い、 沖縄やペリルー島などで、たびたび戦没者の遺骨収集を行う。また、長年の思いがあったインパール作戦の地での遺骨収集は、年齢による体力の衰えから、門は広明に託すことにした。2007年7月29日投開票の第21回参議院、議員通常選挙に、東京都選挙区から無所属新人候補として、立候補したが、落選した。なお、 東条の選挙対策事務所には、東条のものではなく、自民党ピレークの3党アキコのポスターが、重布してあった。2013年2月13日、間質性肺炎のため死去。73歳ボー http://sorcres.raindrop.jp://blog/2007/05//el00790。<ht t p s 選挙区東京都、開票結果、参院選2007。読売オンライン、http コロンスラッシュスラッシュ www. 読売 .co.jp スラ、e、ッシュイレクションスラッシュ sangiin2007 スラッシュ k a i h は o u スラッシュ i13 ドット htm2013 年2月15日閲覧不法、登場裕子さん十三歳イコール登場ひで 元首相の孫、毎日 JP、h t t p 毎日 j p セレクト、ニュース、2013万 215K000、メートル060138000、CHTML2013 年2月15日、閲覧。デイリーニュースオンラインとはデイリーニュースオンラインオーバー、東う優子高い本人ブログ、2013年2月15日。ありがとうございます。